熊坂ひとみのマイクロツーリズムメモ。こんにちは、熊坂ひとみです。コロナの影響で今空前のアウトドアブームが来ているみたいなんですね。第何時なのかはよくわからないんですけど、キャンプがもう大流行りですよね。それから登山とか、とにかくオープンエアなところで感染の心配なく楽しみたいっていう人が増えているんですね。福島って、まあ、地方田舎なのでアウトドアの環境はいっぱいあるんですけれども、あんまりアウトドア派ではなかったんですけれども、というのはですね、アウトドアといって言ってもなんか有名な、例えば近くに安達太良山ってあるんですけども、混んでるんですよね。なんか自然を楽しみたいと思っているのに、その細い山道をこう登っていくんですけど、なんかもう渋滞になってたりとかして、ちょっとなんか違うなっていうふうに思ってたんです。そんな私がですね、超おすすめするアウトドアアクティビティがあるんです。それは土湯温泉、福島市の土湯温泉の奥にある目沼という、女の沼と書いて目沼というんですけども、ここでのカヤック体験、サップカヤック体験なんですね。で、土湯温泉の奥というのは実は国立公園になっていて、これ実はあまり知られてないんですけど、めちゃくちゃ国立公園ですから、めちゃくちゃ自然が美しいというか、非常に貴重な自然のリソースがたくさんあるところなんです。で、この目沼というのは1900年ぐらい前にできた、まあ、沼らしいんですけれども、本当に最近なんですよね、こう評判になってきたのは。で、私もその観光の仕事、福島の観光の仕事をさせていただいてるんですけども、目沼を知ったのはつい去年のことで、実は今年のお正月、土湯温泉にお正月に泊まったんですけれども、ちょっと何かスノートレッキング、もう雪だったんですけど、スノートレッキングをしたいということで、土湯温泉からこの目沼まで一人で歩いたんですけども、これがね最高良かったんですね。で、目沼大体何キロぐらいでしょうかね、2キロ、まあ、3キロなかったかな、その土湯温泉から。目沼の美しさにはもう本当に驚きましたよね。で、ここの目沼でですね、今年の5月からサップカヤック体験というのを始めたチャンネルスクエアという、平学さんという、その遊びの達人っていうふうにご本人が言ってますけれども、このアウトドアアクティビティが大得意な方がいて、その方がこの目沼に、まあ、目をつけたというか、発見をして、まあ、環境省とかと一緒に目沼を、まあ、開発というか楽しみましょうということで始めたものなんです。で、先日というかついこの間なんですけど、行ってまいりました。びっくりしました。目沼のその湖畔まで降りたのは初めてなんですけども、静かというか、なんていうのか、本当に手つかずの自然で、湖みたいに大きくない沼ってことになってるんですけど、まあ湖みたいな感じなんですよね。で、そういうところってなんかこう割と人がたくさんいたりとかするんですけど、本当にいないんですよね。そして車でですね、その湖畔までつけられるんですよね。そしてそのチャンネルスクエアの平さんがすごく素敵に、受付のところをすごく素敵にチェアを置いたりデッキを置いたりしてくれて、なんかものすごく気分が上がります。そしてですね、その丁寧に教えてくれます。私もサップもカヤックも、まあ、やったことがなくて、サップは今回はちょっとやらなかったんですけど、カヤック体験をさせていただきました。なんかね、もうスーッというふうにこう水の真ん中、水の上をスーッという感じで移動する。そしてそこは本当に車が着きますけど、その大きい道路に面していないので静かなんですよね。もう鳥の声とか虫の声とか、そんな音しかなくて、で、人が少ないですから、そのアウトドア、自然を独り占めみたいな、そんな気持ちを味わえる体験でした。
これはねおすすめします。そういうのアウトドア苦手だよっていう方も丁寧に教えてくれて、で係員の方もたくさんいらっしゃって、もちろんライフジャケットもつけますのでとても安全なんですね。でお子さんから3歳ぐらいのお子さんから70過ぎの方まで幅広く楽しめるアクティビティになってます。で今ならそんなに混んでいないし、で実はそこが紅葉の名所なんですって。もう本当にまだ私行った時には紅葉始まってなかったんですけども、ここがものすごく綺麗な紅葉の場所で、そしてなおかつその湖をこう渡ってですね、目沼を渡って対岸の方に行くと、いわゆる木がこうしだれてくる、こうトンネルみたいに なるっていうのありますよね。そんな感じでそこが紅葉のトンネルみたいになるらしいんですよね。なのであと1ヶ月ぐらいしたらそこ紅葉になるので、もう一回行ってみたいなと思います。そしてそこから土温泉に戻ったらですね、ぜひですね行っていただきたいおすすめのお店があります。それは久子というお蕎麦屋さんなんですね。もうその目沼から降りてすぐなので、非常にアクセスもいいです。でここはですね10割蕎麦で手打ちで、そこでご主人がお蕎麦を売ってるんですけれども、これまた美味しいんですよ。そしてそこのメニューで一番おすすめが5種の欲張りそばっていうのがあるんですね。で手打ちのおそばと天ぷら一品と、あと温泉卵ですね、土温泉の温泉卵と、あと3つぐらい何か本格的な、例えばこの間食べたのは枝豆とコーンのゼリー寄せみたいな、そういったような凝ったお料理がさらに3品つくんですね。で、5品とそれからお蕎麦という組み合わせ で驚きの1350円という、本当にもうびっくりしちゃうんですけれども、これをぜひご賞味いただいて、そして土温泉をブラブラして、もちろん日帰り温泉もたくさんありますので、土温泉を楽しんでお帰りいただく、これもですね福島の楽しみ方、もうアウトドアあり、お蕎麦あり、温泉あり、ぜひお楽しみいただければと思います。熊坂ひとみでした。ではまた。